はい、こんにちは。今回のバイクは川崎 KDX125SR になります。今回のバイクはオフロードバイクになるんですね。はい、125のフルサイズ、川崎のオフロードバイク、かっこいいですね。1991年に登場した川崎の本格オフロードバイク、レーサー KX125 の DNA が使われております。エンジンは2サイクルを搭載しております。このチャンバーですね、これがあるので、2ストの証、かっこいいですね。排気量は 124cc、 22馬力の単気筒エンジンになります。仕様はこのような形になっております。フロントカウルあたりが、年式に相応してますね。色が変色しています。メインキーはタンクの左下にあります。レースの邪魔にならないようにこの下のところに設置されているようです。慣れるまでは少し手間がかかりますね。フロントはウェーブディスクを使っております。ここは改良点かな。フロントサスペンションは KDX250SR にも移植しております。はい、これが川崎の KPIS 排気デバイスになります。このバイクは水冷なので、ラジエーターがカバーの中に設置されております。マフラーのアルミサイレンサーは無名のものをチョイスしました。足回りはKDX250SR を移植しております。そのため少し固めのセッティングをしております。やはり川崎このライムグリーンはやはりかっこいいですね。フロントとリアを強化したことによってオフロード走行性が向上しております。キャリアはラフ&ロードのラリアートをチョイスしました。これでツーリングにも荷物をいっぱい詰められるので助かりますね。少し傾いていますが、 250SR のサスペンションを使っているので少し高さが足らず傾いています。やはりライムグリーンはかっこいいですね。オフロードバイクに変えます。それでは実際に走ってみましょうか。はい、ちょうどこの土手を修理しているというか、工事やってるというのがありますので、邪魔にならないような形で遊べればいいかなと思います。はい、ここはねちょうど羽生市行く手前のところの、そうですね、土手になります。結構ね脇から入ってこれるので、なかなか面白いんですけど、こういうフラットなどリアのトラクションをかけながら、無茶なハンドル操作、しないで、行けば行けるのかなと。で、常にリアブレーキ、そういうふうなことをすれば、こういうフラットダートも面白いかなと。なかなかね軽く後ろ流れますね。さすがツーストのパワー、いやーいいですね。はい、
まあちょっと軽くこの KDX のインプレッションしてみるんですけど、わあ125通り、これは200並みのパワーを持ってますね。昔、ヤマハから GT200WR っていうのがありましたけど、あれも 200cc のツーストなんですけど、オフロードバイク、あれもねさすがに200止まりしてるっていうのはやはりある程度の軽さ、しかしパワーも欲しい。そう、パワーも欲しいし、やはりやっぱりね、もともとあの DT の200はレースを考えて作られてたんで、やはりあのね、そこのポテンシャルが高いですよね。はい、で、モノクロスタス、確かヤマハがね一番初めにモノクロスタスを導入した、一本サスですよね、うん、でその後ね、初めにつけた DT1、ここから RZ などのオンロードバイクにもつながっていくというふうな、そう、昔のオフロードバイクはやはりあのリアサスが2本ありましたからね、やっぱそういうのもあるので、今のまあ、歴史の中で、やはりモノクロスタスだといろんな機能を打ち込んで、作られた DT の、うん、それを、まあ、意識しながら作られている川崎の KDX、まあ、そういう風なツーストマシンの流れもあったんですけどね。本当、いやー、ツーストは本当に、寂しい限りですよ。しかしツーストは気持ちいいですね。本当に楽しいな。さて次はどこに行こうか。